マドリアーノ・コレーア・クラロは、ブラジル・パラナ州・クリチバ出身のサッカー選手。アトレチコ・パラナエンセ所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。コリチーバ FC 時代は、左サイドバックとしてプレーし、そのポジションが、最もプレーしやすいと発言しているが、異なる5つのポジションでプレーすることができる。パラナ州・クリチバに生まれ、18歳の時に、 地元のコリチーバ FC からデビューした。2005年1月、4年半の契約で、リーガエスパニョーラのセビージャ FC に移籍し、29節のホームでの FC、バルセロナ戦でデビューした。様々なポジションで起用され、2004から05シーズンは6位で UEFA カップ出場権を獲得し、2005から06シーズンは UEFA カップで優勝した。 2006から07シーズンの UEFA カップ決勝 RCDS パニオール戦では先制点を挙げチームは PK 戦の末に勝利して2連覇2006年9月クラブと新たに5年の契約延長を交わしたスペインに移り住んで3年が経ちスペイン国籍を取得した2009から10シーズンは27試合に出場して4位で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2010年7月16日、移籍金950万ユーロで FC バルセロナへ移籍、契約期間は4年プラス1年の契約延長オプション付きで、違約金は9000万ユーロに設定された。背番号は DF ドミトロ・チグリンスキーが FC、シャフタールドネツクへ移籍したことで空いた21番に決定した。 8月14日、ボレレンガフォトバルトのプレシーズンマッチの後半から出場してデビューし、公式戦にはスーペルコッパでエスパーニャのセビージャ FC 戦ファーストレングでデビューした。2012年10月7日、リーガエスパニョーラ第7節のレアルマドリード戦において初めてセンターバックとして出場した。バルセロナでは主にダニエウ・アウベス、エリック・アビダル、ジョルデ・アルバなどの両、 サイドバックの控えとしてプレーしたが、ローテーションの域を出ることはなかった。2016年7月、スユペルリグのベシクタシュ JK60 万ユーロで移籍した。2003年には U-20 ブラジル代表として、アラブ首長国連邦で開催された 2003FIFA ワールドユース選手権に出場して優勝した。その年にブラジル A 代表に初招集され、2004年には ペルーで開催されたコパアメリカ2004でタイトルを勝ち取った。既婚で二人の息子がいる。ありがとうございます。